Google カレンダー。g o o g l e カレンダーとは Google が提供する無料の時間管理 Web アプリケーションである。2006年4月13日にスタート。2009年7月までベータ版だった。ユーザーはソフトウェア使用するために Google アカウントを取得する必要がある。このアプリケーションはケビンフォックス Gmail や Google リーダーのセカンドバージョンの設計を手掛けたの設計で マイクロソフトアウトルック、look, MAX のアイカルのようなデスクトップカレンダーアプリケーションと同種である。Ajax で作成されたインターフェースはユーザーによる閲覧、追加やページを再ロードすることなくイベントを別の日にドラッグドロップすることを可能する。また、週ごと月ごと予定表といった閲覧モードや表示する日数を設定するカスタム閲覧モードにも対応している。 イベントはオンラインに保存されるため、カレンダーはインターネットアクセスできる場所ならどこからでも閲覧できる。したがって、もし自身のハードドライブが壊れた場合でもデータが失われる子はない。またこのアプリケーションは、Microsoft Outlook のカレンダーファイル、iCalendar のファイル、X e フ a c トのオープンカレンダーファイルフォーマットをインポートすことができる。複数のカレンダーは、 ユーザーの数種類のパーミッションレベルを許容する形で追加したり共有したりすることができる。これによってグループ間での共同作業やスケジュールの共有が可能になる。特定のアカウントにインポートされる一般的なカレンダーは数種類の国の国民の休日が含まれている。ユーザーはまた定期的にアップデートされるライブアイキャランダー URL を追加することもできる。 Google カレンダーは同じ閲覧で複数のカレンダーを作成し表示できる。共有されている各カレンダーは閲覧のみか、フル編集コントロールか、編集も特定のユーザーかすべての人、一般公開カレンダーとしてに許可するか設定できる。2009年2月、Google は検索フィールドから、サーチパブリックイベン s ボタンを削除する形で、一般公開カレンダーを検索するオプションを終了した。 またメンテナンスやユーザーアビリティの問題によるとして一般公開カレンダーギャラリーも終了した。Google は基地のカレンダーの URL もしくは友達への電子メールリクエストを通したインタースティングカランダース機能を通したカレンダーの追加を提案した。日々のツールタスクは現在ユーザー間で共有できない。現在 Google カレンダーは Google シンクを使って多くの携帯端末、ブラックベリー、 ファーム、iPhone、ポケット PC などや、サードパーティーソフトウェア経由の PC アプリケーション、マイケロソフトウトレオックなどや Apple の iCal、iCal3X 以降で iCal4X でフル対応と同期することができる。Google カレンダーは Google による数種類のサービスと統合することができる。アメリカ合衆国における対応している、携帯電話キャリアに限られるが、 Google カレンダーのグベント機能でユーザーは SMS を通してイベントを新しく作成したりカレンダーの情報をチェックすることができる。2009年3月4日、Google カレンダーはオフラインサポートを同年5月13日にはツー2、ルーリストの提供もそれぞれ始めた。Google カレンダーがウェブ型アプリケーションである理由としてオペレーティングシステムに必要なウェブ技術に 対応しているブラウザがある場合事実上任意のオペレーティングシステムで動作せることができるためである。またカレンダーデータをパーラメントな HTTPURL で構築される iCalendar ーデータを通して一般公開かプライベート推測困難のアドレスとしてエクスポートできる。これは w e b ケルに類似している。データはエボリューション Windows Vista 高読機能を使用の Windows カレンダーなど他の多くの間で統合することができる。カレンダーの位置の Web リンクはプライベートアドレスセクションの Google カレンダー設定で見つけることができる。Google カレンダーは iCal3X を使うカルダブにも対応している。カルダブは iCal の使用に対応している。他のクラウドコンピューティングアプリケーションのように Google カレンダーへの変更は すべてのユーザーにとってすぐ見えるようになっている。これはユーザーの行動なしで新機能を追加できるだけでなくユーザーによるアップデートの拒否ができない状態で新たなバグが全ユーザーにロールアウトされてしまう。2010年3月18日のアップデートで追加されたスマートリスケジューラー機能では実在しないユーザーを自動で招待しセカンダリカレンダーで イベントが生成され編集される問題が発生した。にもかかわらず、Google は修正版提供に集中する代わりに更新をロールバックしないことを選んだ。ユーザーの報告によれば修正されたのは5日後の23日だったという。Google カレンダーの多くのユーザーはアプリケーション側でタイムゾーンが正しく処理できておらず、Google 側がその問題の解決に 消極的であることを批判していた。2010年12月まで特定のイベントの開始終了時間をタイムゾーンに関連付ける方法はなかった。理由はユーザーの現タイムゾーン外でイベントをスケジュールしようとした時にこの問題に見舞われた目である。2010年12月初め、Google はイベントにタイムゾーンを関連付けられるようにする部分的な修正を行ったが、 旅行の日程などに合わせた書タイムゾーンに合わせた表示ができない問題残っている。また、イベントの暫定的な日時設定に対応しておらず、マイクロソフトアウトルックとの同期の時に問題を起こす可能性がある。ガツ表示のデザインは片面印刷ページに最適化されているが、フルアポイントメントのタイトルを見るためのテキストラッピングが変えてしまうという問題がある。 多くのユーザーはこのことに関して不満を持っている。この問題を解決するには他のアプリケーションで Google カレンダーのデータをテキストラッピングに完全対応させるために変換する必要がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。